昭和20年8月5日夜、僕は死んだのだ。その頃、日本は戦争をしていて、僕の住んでいた東北もたくさんの爆弾を落とされ、銃撃を受けたのだ。警報が鳴るたびに僕は家族と近所の防空壕という穴の中へ避難していたのだ。攻撃は大抵数時間で終わり、落ち着いた頃合いを見て僕たちはまた家へ戻り、元の生活を始めるのが常だったのだ。ただある時、いつもより長くて激しい攻撃があって、僕たちが防空壕から家へ帰ると、僕の家は燃えてなくなっていたのだ。大切にしていたお絵かきセットも、お母さんからもらったとっておきの洋服も、全部燃えてしまったのだ。お母さんは僕に、家族みんなの命が助かっただけでもよかった、今回の空襲で死んでしまった人もたくさんいる、と言って僕と妹を抱きしめてくれたのだ。後から分かったことだけど、この日の空襲で幼なじみのメタンとつむぎは死んでいたのだ。そして海軍に入って外国へ戦争に行っていたお父さんは、もう一月も前に死んでいたのだ。そしてそのことを知らないまま、お母さんもその後の空襲で体を吹き飛ばされ、全身をやけどし死んでしまったのだ。お母さんは包帯でぐるぐる巻きにされ、三日三晩苦しい苦しいとうめいた上で死んだのだ。とてもかわいそうだったのだ。家も親もなくした僕は妹を連れて二人で、昔話にだけ聞いたことがある東京の親戚の家へ行くことにしたのだ。でも僕はその親戚の住所も名前も知らなかったし、東京という場所がどこにあるのかさえよく知らなかったのだ。電車賃を持っていない僕たちはひたすら南の方へ歩いたのだ。そして疲れ果てて涙が溢れてきた頃、ちびちび食べてきた食料が尽きたのだ。お姉ちゃん、お腹が空いたのだ。我慢するのだ、もう食べるものはないのだ。お腹が空いたのだ。ごめんなさいなのだ。あ、大豆畑があるのだ。本当なのだ、美味しそうな枝豆がいっぱいなのだ。ごくりなのだ。お姉ちゃん、これ少し食べたらダメなのだ。それは泥棒なのだ。でもお腹空いたのだ。お姉ちゃん、お腹空いたのだ。あう、分かったのだ。農家の方に分けてもらえないか頼んでみるのだ。わーい、お姉ちゃん大好きなのだ。ここで待っているのだ。10分ほどして僕が持ってきた枝豆を、妹は目を輝かせて美味しそうに食べ、何度も何度も、お姉ちゃんありがとう、親切な農家さんありがとう、とお礼を言ったのだ。そして僕の嘘を信じたまま、お母さんに比べれば幸せそうな様子で、次の次の日に死んだのだ。栄養失調だったのだ。僕は妹の死体を焼き、小さな骨をポケットに入れて、また歩き始めたのだ。そして、人生で二度目の盗みを行った時に、農家の方に捕まり、全身が膨れ上がるほど殴られ、ごめんなさいごめんなさいと謝りながら気を失ったのだ。その後どういうわけか河原で目を覚ますも、痛みと空腹で起き上がることはできなかったのだ。僕は横になったまま自分が死ぬのを待ったのだ。夜になってホタルが辺りを飛び始め、そして朝が来る前に僕は死んだのだ。